皆さんこんにちは、書道家の三平大河です。今回の動画は早くて綺麗な字の書き方行書編やっていきたいと思います。イエイ。はい、ということで今回はですね、皆様お待ちかねの早くて綺麗な字の書き方シリーズ続編でございます。今回は行書編というところで、行書の基本的な崩し方を皆さんが一緒に取り組めるように動画を制作しております。もちろん今回も紙とペンご用意していただいて、そして目の前にはこの動画を置いていただき、同じペースで、ぜひですね取り組んでいただければと思います。そして今回はですね、中長期的に学習をしていって、そして早くて綺麗な字を手に入れたい、そのような方向けの内容となっております。ですので手っ取り早くコツを知りたいとか、すぐに活用できる方法を知りたいという方はこちらの動画ご覧いただけますと、ここではですね、たった3つのコツで早くて綺麗な字の書き方見せることができますよというコツお伝えしておりますので、よければそちらもご覧ください。今回は中長期的に一生懸命文字を練習して、そして絶対に上手くなってやるぞという方のための基本を押さえる動画となっておりますので、一緒に頑張ってまいりましょう。ちなみにこちらのチャンネルでは美文字に関することや書道に関することお役立ち情報を配信しています。まだチャンネル登録してないよって方はこの動画最後までご覧いただいて、役立ったと思ったらチャンネル登録高評価、役に立たなかったと思ったらどういった点を改善してほしいのかをコメント欄にコメントいただけますと非常に嬉しいです。それでは早速実際に書きながらやっていきたいと思います。始めていきましょう。ではここから実践編です。今回使っていくのはこちら、美文字筆ペン極細、そしてユニパワータンク 0.7 ミリの2つでございます。そして今回解説していく内容がこちらでございます。縦から横の線、横から横の線、そして横から払いの線、点と点、そして払いから横の線、この5つの具体的なポイントを解説してまいります。まあ、それぞれ解説をしていくんですけれども、共通するポイントといたしまして、行書を書くときに気をつけていただきたいところが、まあ、柔らかく書くというところはもちろんなんとなくイメージできるかと思うんですけれども、それプラス筆脈を意識するというところ、こちらが非常に重要です。このあたりに関しては全体感を表すものなので、今回割愛はさせていただきますが、そういったところをまず前提に置きながらですね、今回の具体的な5つのポイントっていうのを一つ一つ一緒に潰していきましょう。一つ一つ順番に学習することによって、できないことができるようになっていく、そのような感覚を味わうことができるかと思います。それでは一つ目のポイントから解説していきます。一つ目のポイント、縦から横というところですね。縦から横、この部分を表しています。今楷書で書くとかっちりと1、2、3という書き方ですよね。1、2、3、4だけ書いちゃいました。4という書き方になると思います。ここ角のところもしっかりかっちり組んで、点接しっかり組んで書いていきます。では行書だとここをどうするのかというところですね。縦から横へというところなので、1、ここです。こっから見ててくださいね。縦から横、楷書以上にグッと内に入れてあげて横に行きます。中という字も同じです。しっかりと縦から横で持っていくっていう形になります。今上に行きました。でこれ最後締めの場合はだいたい下に行くんですけど、これは次の筆脈を意識してます。例えば中であれば、この後の角はこっちなんで、こういうイメージで次に行く。でここであれば下に向くことがありますって言ったんですが、例えばこの次の字の頭につながるイメージですね。そういう形の方向性で跳ねる場合は跳ねていただくといいと思います。どちらもですね、止めていただいて OK です。ですが、跳ねる場合は字画、次の画を意識して持っていくというところを覚えておきましょう。まずポイント一つ目、縦から横へというところでした。しっかりぐーっと引き込んで内側に入れていくということをやってみてください。そうするとメリハリがつきやすいと思います。続きまして、二つ目のポイントです。横から横へというところをやってまいります。まあ、今回また楷書に関して言うと、ちょっとまあお皿っぽく下に沈めながら1、そしてまっすぐ2、
で、一番最後はカーブを描きながら、さーんという形が、まあ、楷書の書き方の基本的な部分になります。そして、目に関しても、四角で組む文字なので、空間が均等におおよそなっていくようなイメージを持つために、角度を揃えるという形で書いていくと思います。これを行書にするとどうなるのかというところですが、3本線がありますよね。1本、2本、3本。で、ここに関して言うと、1本、2本、3本、4本。まあ、これはこういくので、1本、2本、3本ですね。両方3本あると思うんですけれども、ここでポイントは、すべてをつなげないということです。全部つなげるのではなくて、1本目はしっかりと、まあ、軽くですけどね、同じように書きます。で、2本目と3本目が、こうなっていくイメージです。で、あくまでもここは実線ではなく虚線。本来ではない線なので、ちょっとスピードのコントロール、筆圧のコントロールができるようになった方はですね、こういう形で少し薄く書いてあげると、よりメリハリがつくのでいいと思います。まあ最初は難しいと思うので、ステップとしては、1,2,E というように、ここまで実践でも構いません。ですが、最終的には、曲線へかけるように、スピードのコントロール、筆圧のコントロールをしていきましょう。そして、目の場合も同様です。1個目。ちょっと待ってくださいね。ここまで書きますね。1個目は独立。だけど、ちょっとまあ、こう流れ、こういうイメージですよね。で、2,Eというイメージで組んであげると、すっきりしやすくなりますし、非常に見栄えがいいと思います。まあ、この理由はもう本当に単純で、きっつけすぎると見た目がうるさくなって何を書いてるかわからなくなってしまうというところがあります。1とこう書いてしまうと、ジグザグ線を書いてるのか3を書いてるのかわからないですよね。目に関しても同じです。こう書いてあげて、こうすると、行書というよりは、なんだかもうただただ繋げた線というようなイメージになるので、3本線が繋がった時は、こうなってしまわないように気をつけましょう。しっかりとですね、1本、2本、3本がある時は、2本目、3本目の横と横を繋ぐという意識で書いてみてください。続きまして、3個目のコツ、横からの払いをやっていきたいと思います。横からの払いです。横からの払い。ここの崩し方をやっていきます。まずは見るからいきたいと思います。まあこういうイメージですね。で、先ほど目の場合だったら2画目と3画目をつなげましたが、今回は横から払いをつなげるので、1個、2個はここは我慢していただいて、最後だけつなげるイメージで書くと、すっきり見せることができます。全部つなげてしまうと、先ほどと同じく見た目がガチャガチャしてしまいますので、そうならないように気をつけていきましょう。光に関しても、軽く書いて、横から払う。そして、ここから、まあ、跳ねていただいてもいいです。さっき下にしましたが、まあ、跳ねていただいても OK です。まあ、こんな感じでですね、横から払う。横から払う。この流れを一個覚えていただくだけで、かなり時短になります。文字を書くときの時短になりますので、やってみましょう。では続いて4つ目のポイントです。4つ目のポイントは、点から点へということです。点が繋がった時の繋げ方をやっていきたいと思います。心と彩りという字をやってまいりたいと思います。では行きましょう。まずは心からです。しっかりと一画目入れるのは同じ。そこからぐーっと持ってきて、この羽の向きなんですが、次の画にもちろんつながるように持っていきます。で、点。で、こっからこういうイメージです。一本でつなげてあげます。で、心の場合、この点が下に下がらないように気をつけましょうね。これは字の書き方のポイントです。で、続いて、あやという字、彩りという字ですね。こちらも先ほどまでのルールと基本一緒なんです。
1個目の点は独立させてあげます。ただ軽く跳ねるとしたらこっちに向かっていって次こっちですよっていうようなイメージで書いてあげます。でこの先から止まって2画目3画目を省略してつなげてあげる。省略じゃないですね。2つ目の点から3つ目の点はこのような形でつなげてあげる。そしてこの向きから受けてこっちに来る。で下ろしてきて、まあ、今回割愛しますが木偏のところをこういう書き方でも OK です。こういう形で持っていきます。でここからまた1個目はこういう感じです。1個目は独立で2個目3個目をこう持ってくるイメージです。もうちょっと流れを意識して書くとスピードを上げて書いていきますね。1,2,3 今のリズムです。1,3、まあ、こういう形でもいいですね。しっかり立てて広げて内に入れるみたいな形で書いてあげるとかなりかっこよく見せることができますのでやってみましょう。点と点をつなげるときも線と線をつなげるときと同じくですね、あまりうるさくならないようにするということが大事です。特にこの字に関しては点が 1,2,3,4,5,6 個ありますよね。6個全部つなげてしまうと大変なことになります。まあ見ていただいたらわかりやすいかなと思うので書きますけど、まあこういうことになってしまうわけですよね。なのでこうならないようにつなげるときは後半の2つを基本的にはつなげるという形で覚えておきましょう。ただいずれにせよつながっている線は共線ということで実線ではないので、そのあたりはですねスピードの変化できっちりと書けるようにしていくと良いと思います。そして一番最後は払いからの横、こちらをやってまいります。午後の午と物という字でやってまいります。では午からいきましょう。5に関しては通常であれば払って横ということでこの時間がロスですよね。かなりですのでしっかりとここから1と持ってきまして自覚につながる方向性に持ってきて受けてぐっと持ってきます。でこれもこういう方向性です。でここからスッと人差し指で押してくる感じですね。ちょっとゆっくり書いたのでもうちょっと早くやってみましょうか。いきますよ。こういう感じのイメージです。今この2つ見ていただいたらわかるんですけれども、解説しながら、まあ、行書の流れを作りながら書いてもちょっとフラッと、線がしてしまいました。ですが2つ目はスッと流れよく書いたので、そういうブレがありません。こういった縦を書くときのコツとして人差し指でスッと押してあげる、この感覚も非常に重要ですので、思い切りをしっかり作る部分は思い切りをしっかり作っていくということも意識してみましょう。そうすることによって線のブレっていうものが減ってきます。そしてものという字はもうたくさんありますね。つながっているところが払いからの横がこのパーツ、そして払いからの横このパーツがあります。ではやっていきましょう。ここに関して言うと1,2,3とここつなげて同じですよね。で次も1,2,3という形で書くことができます。まあ、さらに今回はお伝えしないんですが、さらに言うならばというところでいくと、ここもつなげることができるというような形ですね。まあ、こんな感じで、まあ、ざっくりですけれども、やっていくと。まあ、払いからの横は、っていう形ですね。この動きをしっかりと意識してみましょう。払いからの横。払いからの横。つなげるだけでかなり書くスピード上がりますので、やっていってください。はい、というわけで今回は以上になりますが、いかがでしたでしょうか。早くて綺麗な字を書くために必要な行書の崩し方の基本5つやってまいりました。1つ目が縦から横。2つ目が横から横。3つ目が横からの払い。4つ目が点から点、そして5つ目は払いからの横ということで、まあ、5つのパターンを今回皆様にお伝えしてまいりました。ぜひですねこのパターンを覚えていただいて、パターンを覚えることによっていろんな漢字に当てはめることができるので、ぜひ、いろんなところで挑戦されてみてください。
今後こちらのシリーズでは今回のような形のパターンをですね皆様にご紹介しつつ一緒に書いていけるようなペースでやっていきたいと思いますので、もし興味あるよ、今回の内容役に立ったよと思った方はチャンネル登録もぜひお願いいたします。また高評価やコメントも、いただけますと励みになりますのでよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。